はいみなさんこんにちは、えー、レクセニコーシの森山です、えー、私の方からはですね続いて民法改正債権法関連の改正、えー、これについてお話をしていきたいと思います、えー、私の方はまあ言ってみればもう未来の話ということになりますね、えー、ですからあのー、もう実は国会を通っておりますからこの債権法改正というものが国会通っておりますからまあそういう意味ではすでに改正がなされたということではありますけれども実際に施行されるのは 3年以内、3年以内ということになっておりますから、まあ、2020年の4月か、2020年の1月ということが予定されております。えー、どうやら法務省の方は、あのー、まあ、 この改正もいろんなです、ね、関係者が法務省の方で関与しておりますけれどもその方たちが漏らした話によればです、ね、2020年の1月に施行したいということを法務省は言っているようなんですね。ですから、まあ、2020年の1月なり4月なりに施行されるということですから、まあ、基本的には2020年の7月の本試験こちらから新しい民法での出題ということが予想されるということになりますね。ももちろん3年以内とということはもうこはすぐだって言わ わけけですけれども刑法なんて先ほどあの強姦関係のお改正ありましたけれども、えー、あれもまあ民法改正と同時期に、えー、実は国会通っても施行されてますよね、えー、ですから刑法なんかの場合にはすぐ施行されますがあ民法の場合にはあ契約書のですひな型を書く会社が対応したりだとかまあいろんな準備もありますからね、えー、これ多少大きな改正だということもあって施行待ちということになっております、えー、ですからあ2019年とか2 0 0 1年 19年ぐらいまではです、ね、旧法で今、現行法で出題されるかなといったところでありますねただ、あのまあ、検証会やら当日やらお話をしたとおりです、ね、こちら民法改正について債権法改正についてもすでに本試験で影響を与えているところもありますから、まあ、そのあたりについても少しお話をしていければというふうふに思いますではいきましょうか、まあ、そんなあたりの影響についてまたお話をしていきますけどねまず1ページを見てください債権法関連の改正 再建法関連の改正といって法務省の方で実際に関連という言葉をつけているんですねでこの関連という言葉は何かというと実は債権法だけではないということですからこの債権法の分野がすごく大きく改正されますが相続、相続こちらも民法改正が入っております。ということで相続と債権 こちらに非常に大きな改正が入るぞということですね、物件は入らないのかというと、物件も1条だけ実質的な改正が入っていて、それ、今年の本試験でも取材されました、ですから、9、まあ、法で取材されたわけですけれども、そんな形で,です、ね、よろしいでしょうかね。ということで、基本的には、捜索と物件、再建ということになります。で、まず1つ目がです、ね、この捜索なんですけど、捜索に関しては、この意思表示のところと時効のところ、意思表示のところと時効のところ。 ここが大きく変わりますその中で一番典型的なもの もちろんこれ大きな改正ですがすべてお話は今回できませんけれども一応ですねまあ、よくこういう改正がされますみたいに目録みたいに上がってる要約があると思いますが利息が変わるんだとかちょっと今回は大きなところを中心にお話をしていきたいというふうに思いますねでまずこの改正の一番典型的な例だと私が思うのがこの錯誤無効とその周辺と書いてありますねでこれをですねもちろん錯誤のお話もしつつこれを元に今回の 改正がどんな趣旨でなされたかということを少しお話をできればと思うんですけれども、左側に現行法、旧、まあ、法と書いてあります、右側に改正法、これが2020年から施行される予定の民法ということになります。一見してわかるとおり、文字数が増えている、文字数が増えている。 これが一番典型的な具体例ということになりますね。で、これどの分野でもそうなんですが、例えば、債権者代権とか、差害行為取消し権なんかも今まで条文すごく少なかった423条だけで代権賄っていたのが枝番がごっそり増えたりするんですよ。ですから、まずは新しい改正というのは文字数が増える。文字数が増える。これが一番大きな理由、理由というかですね、様式になっていて、なんで文字数が増えるのかというと、実は改正の一つが、 今まで出てきた最高裁の判例え、もう当たり前に使っている民法理論を条文化する。条文化する。これが一つの大きな目玉になっております。ですから例えば皆さんこんなの簡単にしてますよね。3歳児が契約を結びました。その契約はどういう効果がありますか無効です。意思能力ないからです。条文どこにありますかないです。これ条文化されます。 こんな形でえ皆さんが当たり前に勉強している理屈だとか判例理論が明文化される、明文化される、まあ、これが大きな目玉になりますね例えば今回の錯誤のところではあ95条新しい条文の1個二2一1個を 2, 項項を2項漢字の2のところを見てください、えー、憑依者が、えー、法,法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 というものが、錯誤の一つとして挙げられてるんですね。えー、漢字の1、先に見てください。意思表示に対応する意思を書く。えー、表示に対応する意思を書く。これ普通の錯誤ですよね。2号は何ですか、これ。今まで動機の語、動機の錯誤。動機の錯誤。 と呼んでいたものが条文化されてるんですよ動機の錯誤で、ただ動機の錯誤って名前ではなくてそこに書いてある通り法律行為の基礎とした事情についての錯誤という言葉にはなりますけれども今まで動機の錯誤があ判例で決まっていたものがこれ条文化されるんだということになりましたで、動機の錯誤って錯誤無効できましたっけ主張できましたっけ表示されていたら 意思表示に含めて錯誤無効の主張ができるんだってやりましたよね第2項を見てください全項2項のえつまり動機の錯誤ですね法律行為の基礎とした事情についての錯誤、えー、による意思表示の取り消しはあその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている時に限りえすることができるとこんな形で 明文化されてますねだから動機の錯誤はあ表示されていたら錯誤無効できる、で主張できるんだってやりましたけれどもこれからはこれが明文化されていて95条2項で表示されていたらあこの法律行為の基礎とした事情についての錯誤も、えー、主張できるんだこんなふうに変わっていきますで今、1つ気づいた方がいると思います無効じゃなくて取り消しって言葉を使ってます。 一向に戻ってください意思表示は次にかける策をに基づくものであってその策語が法律行為の目的及び取引上の社会常に照らして重要なものである時は「取り消すことができる」「策語が取り消しになります」「策語が取り消しになります」これも今までの積み重ねてきた理屈の名文化とも言えますよねえ皆さんのテキストにも「無効は無効ですが取り消し的無効だ」 あ向こうの市長権者も限定されるんだみたいな話が載っていたと思います。だからその理屈を条文化すると、もう取り消しにしちゃえと。取り消しのように考える無効だったら取り消しにしちゃえと。こういうふうにしたわけですね。っ、え、て、ー、ことはもともと相対的無効だったってことを意識して、じゃあそれも取り消しにしちゃえばいいじゃないかなんてことになったわけです。で、もう一つこっから見えてるのは、他の制度とのバランス感覚。 他の制度とのバランス感覚なんですね。で、今までの民法っていうのは結構ちぐはぐなところがあって、なんであっちは保護されるのにこっちは保護されないのみたいなところがあったんですが、ここは詐欺との関連。詐欺との関連。詐欺って、騙されたら取り消しじゃないですか。で、騙された人ってかわいそうじゃないですか。詐欺師に会ったわけですから。俺俺とか言って騙されてるわけですよ。それで騙されたのに取り消し,しかできない。え、取り消しって時効があるんですか主張できないこともあるんですよ。 ところが、錯誤って、勝手に自分で勘違いしておいて、向こうの主張できるもんですから、事効ないわけですよね。そうすると、騙された人にだって時効があるのに、えー、これ、えー、自分で勘違いした人が時効がないというのは、あ騙された人より有利に扱うのは、バランス上悪いよねっていう配慮が働いたこともあって、これ取り消しにするということになったんですね。これからもよく出てきますけれども、他の制度とのバランスを結構取ろうとしているところがあるんだよ、ということになりました。 昨後でもう一つ皆さんがおっと思うのが、えー、次のページに4項だけはみ出てます第1項の規定による意思表示の取り消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない第三者保護規定があります第三者保護規定があります に第三者規定ができましたこれも他の制度に第三者法規定があるのに、昨後に第三者法規定がないのはおかしいじゃないかということからバランスを取るために入ったぞということになります。え皆さん、第三者法規定って、例えばどの条文にありました虚偽表示はありますか ?94 条2項というのがありますよね。えー、ちょっと一,一,語一言一句明確に思い出せ,な出せないかもしれませんが、どんな条文でしたっけ、94条2項って。 善意の、第三者に対抗でできななないいみたいなそんな条文ですよね善意のよく見てください、ここ、善意、無過失、善意、無過失、新しい民法の難しいのは、第三者法規定が善意だったり、善意無過失だったりして、結構使い分けなきゃいけないんですよ。<laughs> 次、96条を見てください、え96条、いわゆる、えー、これがですね詐欺とか脅迫の条文ですね。 えー、このあたりも手当が入っていて今の関連で3項から見ちゃいましょう九3項左側の3項全、えー、2項の規定による詐欺による一生児の取り消しは善意の第三者に対抗することができない、えー、詐欺の第三者保護規定でしたね新しい条文の3項を見てください全、えー、2項の規定による詐欺による一生児の取り消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないこちら第三者保護規定が善意無過失になってます 第三者保護規定が善意無過失になってます、まあ、まだ何年も先の話ですから、まあ、今からゴリゴリ覚えなければいけないわけではないですがどこが変わっているのかななんて認識するとこんな感じですねだからこれからは心理留保と虚偽表示心理留保と虚偽表示,と虚偽表示これは第三者保護規定は善意のままです心理留保と虚偽表示これは第三者保護規定は善意 錯誤、えー、と詐欺、錯、え、誤、ー、と詐欺、これは全員無可失錯誤と詐欺の第三者起きては全員無可失、えー、こういうふうな違いが出てきますで、えー。それから96条に関しては2項にも変更があります。ちょっと1項は変わってないんで書いてないですがあ、96条1項、まず9項から見ましょうか。相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合において、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。知っていたときに限り、 第三者の詐欺は、相手が悪意だったら取り消すことができるよと。こういう話ですが、96条2項。相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、または知ることができた時に限り、意思表示を取り消すことができます。相手方が全有価室の時にも主張できる。相手方が全有価室の時にも主張できる。 これも下のコメントを見てください。2項は心理留保の場合でも相手方が全員有価質の時に無効となることとのこれもバランスです。心理留保ですね。相手方が全員有価室であれば主張できるんですよ。だったら第三者の詐欺だって相手の有価室で主張できていいじゃないかと。こういう話なんですね。 こういうふうにバランスを取るんだということが新しい民法なんかではよく出てくる話だぞということになりましたよろしいでしょうかねこんな形で意思表示のところも結構変更があるぞということですでは一番大きなところをお話をしておりますからね実際にはもっと細かな改正は結構入っておりますでそれから次です今度は3ページのところを見てください民法総則でもう一つ大きく変わるのは時効です あの代理のところも結構ありますが、まあ、それは今回置いておくとして、えー、時効ですね、えー、時効。で、時効が大きく変わります、大きく変わります。まあ今日は1点だけ大きく変わるところ、年数が短くなる。今まで民法の時効って、債権10年、債権十年、左側、債権は10年行使しないときは消滅をします、右側、第1項、第1号 知った時から5年、権利を行使することができるときから10年という事項に変わります。 まあ短期と外枠がでできるんですね主観的な5年と、えー、権利を行使できるという時から10年という二、えー、段というかこう二重のです、ね、縛りがかかりますがとにかく短い方で言うともう知った時から5年、えー、権利を行使することができるということを債権者の主観で知った時から5年で,できるというそういう客観的な時から10年という,う、まあ、二重の縛りがかかりますがとにかく5年になります。今まで えー、民法の時効っってて長すすぎたんですよ10年ってだって皆さん10年前って思い出せないぐらいですよねえですから、まあ、10年ってすごく長い例えば8年前の債権で時効にかかってないわけですよ そうすると8年前のことを請求されたってまだ時効にかかってないですからあこれは例えば事故の趣旨って一つが証拠がなくなっちゃったからあ消滅事故を使用できるんだってことになりますよ、えー、例えば8年前の電気料金とか請求されたときにいやお金払ったって言うんだったら領収書出せよいやもうそんななくしてますそうだ古いんだからもう時効ですよねでて時効にかかってないんですね8年ぐらいだと、えー、ところが皆さん8年ぐらい前の領収書とか普通になくしてることは多いと思いますからこれはちょっと長いだろうということで5年ぐらいが妥当だろうということで 5年にしたわけですね、えー、あまり昔のことを蒸し返されたって証拠もなくしているというのが時効の趣旨ではありますけれども、えー、だったら少し長いよね8年前のことだって証拠なくしてるんだからもっと短い方がいいよねということで、えー、5年になりましたただその下を見ると、あのー、人の生命とか、えー、そういうことについては少し長くするとかいろいろ手当てはされておりますが基本5年になりますよということになりますで5年になりました 民法の事項って今まで10年だった。えー、それの特別規定として、商法522条で、生事消滅事項は5年。生事消滅事項は5年って規定がありました。えー、下のコメントのとこ見てください。債、え、権、ー、の消滅事項の期間短縮と書いてあって、この改正により、商法522条の生事消滅事項の規定が廃止されます。 実は、民法の改正というけれども、商法にも影響を与えている。商法522条廃止。なぜかというと、民法で10年。だから商法は特別規定で5年としていたのが、民法が5年になったから、商法に特別規定を置く必要なくなったんですよ。民法自体が5年だから。 あ特別規定というのは民法と、えー、異なるから民法の督促だから意味があるわけですよね、えー。民法と一緒になっちゃったから、あじゃあもういらないよね、えー。じゃあこれから民法を使おうということになりましたので、その続き。商、え、事、ー、再建についても、えー、民法166条の時効の規定が適用されることになるんだよということになりました。ということですね。ということで、まあ、短くなるというのが根本的な理解なんですが、それによって商法にも影響するんだよと。で、もう一つ、短くなる。 短くなるということはもともと短かったあの事項ってありましたよね債か飲み屋の付けはとか弁護士代金はとかいろいろありましたけれどもあの職業別の,あの短期消滅事項が廃止です皆さん,なんか3年とか2年とか1年とかあの覚えた方も覚えない方もいると思いますが、まあ、基本的に覚えなくていいんですけどあ,のあれ廃止です廃止えその下見てくださいえ職業別の短期消滅事項も廃止されます まあこれもいろんな理由がありますが一つは職業差別的な。 ああのー、要素があるとなんであの職業はこんな長いんだと、なんでこっちは短いんだみたいな職業差別的なものもあるし、あとは普通の人が見ても何の職業かわからないということもあって、もう100年前の職業ですからこれ、これ何してる人みたいなそういうこともありまして、これはもう合理性がないだろうということで、えー、廃止されますね、もともと5年になりましたから。ってことは、飲み屋をつけとか、今までより長くなったりする人もいるんですよ、そうすると、えー、長くなってどうすんのみたいな問題はあ一部界隈であるようですけれども、えー、とにかくですね、えー、まあ、 原則は短くなるよとということですあともう一つ問題になるのがその下、言葉が変わります、時効の中断もともと私なんかも講義で言ってるんですが、あ中断っていうのはあの野球の試合が中断されたみたいなことをイメージすると違うんですよ、振り出しに戻ることなんですよ、この言葉おかしいですよね。 とといいううここよよく言っってたたんんでですがおかしいんだったら変えようということで更新それからもう一つ完成あの停止この停止も分かりにくい言葉ですよねだからよく受験生がこの基礎講座を始めて15月講座とか始めて初期の段階で迷うのは停止とそれからこの中断ってどっちがどっちだかな絶対分かんなくなるんですよですからこの「更新」それから「完成猶予」という言葉に変えてこれなら分かるだろうというふうにしてきたんですねよろしいでしょうかだからこれ言葉変わります でこの言葉が変わることで実は先ほど物件の分野については内容変更は1つぐらいしかないと言いましたが物件の分野についても改正は結構入ってるんです対象表を見るとでほとんどは例えば時効のこの言葉が変わったことによって、えー、変わってるって条文結構ありますね例えば地域権の時効とかの条文ってあるんですよその辺りもこの言葉を変える意味で形式的には変更されてますが、まあ、内容にはあ変更はないよということではあります でただ、あ言葉変わっただけなら楽だよねっていうことになると思いますが、そうじゃないですよ、次のページ見てください、実は結構、クラス替えしてます、君、今まで中断だったけど、今回、今,今度から完成猶予になってねとか、君、今まで停止だったけど、今回は更新に書くわけだみたいな、クラス替えが結構ひどいんですよ。 でどういうふうにクラス替えしたかというと、えー、その次見てもらうと権利行使の意思が明らかな場合は完成猶予で権利の存在が確証された場合には更新といった形でクラス替えしてますね、えーまあ、細かいことは今いいですからこんな形でクラス替えが行われてるんで振り替えが行われてるんだよというふうに分かっていただければいいかというふうに思いますさあ,あ,、まあ手短ではありましたけれども総則分野については以上ということにしましょうで 再建法の改正の方に入っていきます、3番、解除とその影響と書いてあります、でえー、後でまあとで皆さんはですね、あの六法だとかあー、いろんなものでこう対象条文が見られると思いますで、法務省のホームページにもあります、ですから、本当に見ればわかる部分については、自分で見ていただければいいんですが、今回は一番理,理論的に影響があるところ。 だから一度聞かないと理解できないようなところをお話をしていきたいと思いますだから一般的に利息がなんかパーセンテージ変わりましたとかいうのがよく言われますけれどもそこではなくて一番理論が大きく変わったところを見ていきますそれが実は解除ですその下見てくださいまず改正法と書いてありますが9条文がありません412条の2 えー、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び、えー、取引上の社会常に照らして不能であるときには債権者はその債務の履行を請求することができない。不能であるときには請求できません。引き渡しが不能であるときには引き渡せって請求できません。え、何当たり前のこと言ってるんだこの条文は思うかもしれませんが、不能だったら、不能だったら、 今までは実現不可能によって契約無効と処理をしましたよね。そうじゃないんですよ。実現不可能な契約でも結んだら契約だよ。でも、引き渡せないから、引き渡せないから、引き渡しの請求ができないよって条文です。だから、原始的不能だから無効って考えはなくなったんですよ。その下のコメントを見てください。原始的不能が無効ではなくなった、あ,あいうことになります。 でこの場合には例えば2項の方で損害賠償の話とか債務不履行による損害賠償を請求するか解除をしてけ解決をすることになりますから初めから無効という処理をするのではなくて履行できないから債務不履行だねとか解除だねという形で処理をすることになります。でその次見てください。543条。 えー、旧条文見ます。え、履行の全部または一部が不能となったときには、債権者は契約の解除をすることができますと。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない自由によるものであるときにはこの限りでない。まあ普通のですね、えー、まあ債務不履行に陥ったら解除できますよって条文ですが、正し書きは何の意味ですか 債務不履行というのはね、債務不履行というのはね、奇跡自由があるとき債務不履行になるんで、奇跡自由があるからこそ解除ができるんですよ。解除っていうのは債務不履行の効果でした。で債務不履行は債務者の奇跡性が原則必要でした。進歩を見てください。 ま、ちょっとこれ、あの、途中までしか書いてないですが、必要なところだけ挙げてあります。え、次に書ける場合には、債権者は全条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。え、債務の全部の履行が不能であるとき、解除の要件として、奇跡自由を省いた。解除の要件として、奇跡自由を省いた。だから、新しい法律では、 解除っていうのは、奇跡性があろうがなかろうがすることができるんです。奇跡性があろうがなかろうがすることができます。今までは、債務者 A さん、債務者 A さんに、奇跡性があれば、債務不履行だから解除ができる債務者 A に奇跡性がなければ、債務者 A に奇跡性がなければ、この債務不履行じゃないから、債権はそのまま起こって、危険負担の問題だというふうに処理をした。 解除と危険負担というのは別の問題でしたよね。奇跡性があれば債務不履行解除。奇跡性がなければ危険負担。債権はそのまま残りますて解除ができるわけでもなく、危険負担で反対債権が消えるか消えないか。こんな話でした。新しい民法の発想というのは、 解除の考え方を変えました。下のコメントを見てください。解除の要件として、奇跡自由が不要になりました。解除の役割が、債務不履行の場合の債務者に対する責任追及の手段ということから、契約の拘束力から債権者を解放する手段に変わったんです。だからもう奇跡性があるから、あもう契約解除だっていうのではなくて、もうなんか、奇跡性があるかどうかわかんないけど、履行してくれないから解除だといった形で変わったんですね。 とにかくこの契約から逃げるということに関して債務者の規制性が関係なくなったわけですよでもう一つそういうことです解除に一本化したという言い方をします、えー、解除に一本化しただから危険負担というのも次ありますが考え方が大きく変わりますで実際にこのあたりって今までも実務上かなり問題になっていて例えば債務者に規制性があるかないかって皆さんが試験で 解くと非常に簡単じゃないですかなぜかというともう奇跡性がある場合とかない場合とか書いてあるわけですよで、えー、私なんかも講義で言うんですがお雷って書いてあるからこれ奇跡性がないんだよとおいった話をよくします再建所さんごめんなさいあの雷なんですよ雷が落ちたから奇跡性ないんですよえ、だから解除はできませんよいや、試験はそうかもしれないけど 雷だからって奇跡性がないとは言えないだろう。う平井心でも立てときゃよかったんじゃないのって言われたら、そうですねってなるかもしれないし、いやー、隣んちが燃えたから、あのー、ちょっとですね、えー、うちも燃えちゃって、それで大事なものが渡せなくなったんですよ。いや、そんな大事なものだったら金庫に入れおくことかしないのとか、いうことになったら、どこまでが奇跡性で、どこまでが奇跡性じゃないかってわかんないんですよね。そうすると、債権者からすると、 自分に有利に主張したいですからあいつは奇跡性があるから解除だっていう処理をするのが普通なんですよ。 だから今までだって実は、ですね奇跡性がないような事例だってとにかく解除通知を出すことから始まるとかこんな形でなされていたわけですねだからそれをやっぱり見ていくとじゃあ解除に一本化した方がいいじゃないかなんて話になって、えー、もうとにかくこの解除によって一本化してですね契約から逃れる手段債権者が契約から逃れる手段とすればやはり解除だというふうになったわけですよだからうんとにかくですね奇跡性があろうがなかろうが解除で処理をするぞということになります。 となればちょっと次のページに行っちゃってくださいただ、えー、奇跡性があろうがなかろうがと言いましたが解除ができないケースがあってそれは次の543条ですがこれ、奇跡性のある債権者からは解除できません債権者の方に奇跡性がある場合には解除ができない債権、えー、者の方に奇跡性がある場合には解除ができないということになります。 とということになりましたねでは、えー、ということで今解除の話をしましたがそうすると規制、奇跡性がない場合でも解除で処理をするんだ、じゃあ危険負担はどう変わるのか危険負担はどう変わるのかということが問題となります。一番最初、民法改正がですねスタートしたときにはもっともっと大きな改正の予定だったんですよ。えー、例えば、債権譲渡の対抗要件を当期日本化しようと。 民法上あの特例法じゃないですよ民法で当期に日本化しようと、えー、いうことになったんですね。で、私ももう、えー、2011年ぐらいですかね、あのその一番最初の解説会に、えー、行ってですね、あのーその、筒井さんっていう。 水先生という法務省の人とあと内田隆先生という方が解説されていて講義終わった後質問いって本当に登記に一本化するんですかと聞いてです、ね、その1000円ぐらいの債券を登記にするのもおかしいじゃないかでもやるんだみたいなことを言ってましたけれどもさすがにだんだん,だん,だんこう小さい改正になってきてです、ねあのまあ、それはさすがになくなりましたけれども、ね、ですから当初はもう見ていくとです、ね、これ本当にやるの本当にやるのみたいなそんな改正が多かったんですが今でもまあちょっと大中規模な改正ではあるんですが本当に最初はびっくり ということで、あのー、最初はですね何言いたいかというと危険負担もなくそうかみたいな意見もあったんですよ危険負担もなくそうかでも危険負担実は生き残ってますただだいぶ様相は変わってます、えー、5ページの下の方まあこれはちょっと削除されましたがいわゆる債権者主義 債権者主義を規定する条文がなくなりましたこの債権者主義って皆さんテキストでも評判が悪いとか書いてあると思いますからこの債権者主義はなくなったよ合理性がなくてなくなったよ確かブレイクスルーテキストなんかでも債権者主義の合理性みたいなリンクみたいなコーナーがあってですねそこでちょっと評判が悪いんじゃないかみたいなことが書いてあったと思いますがそれがなくなりましたということになりますでは次536条これがいわゆるですねあの 危険負担の一番あ中心的な条文になりますがちょっと536条の新しい方の条文を見てください、えー、当事者の双方の責めに遺することができない自由によって、えー、債務を履行することができなくなった時は債権者は反対給付の履行を拒むことができるあの反対債権が消えるか消えないかじゃなくなります危険負担反対債権が消えるか消えないかじゃなくなります 例えばですね、今までの危険負担というのは、例えば A さんが物を渡せなくなりましたと、え、お、見えないですか、A さんが物を渡せなくなりましたと言ったときに、例えばですね、この引き渡し債権が引き渡せなくなりますから、引き渡し債権が引き渡せなくなりますから、反対債権が消えるかどうか、このアルファ債権が消えるかどうか、 アルファ債権が消えるかどうかという問題となりましたところが新しい法律というのはアルファ債権消えませんでこれ消すためにはどうすればいいんですかこれ A に今回奇跡性ないんです奇跡性なければ今までは危険負担の問題と言いましたが新しい法律では奇跡性なくても解除です だから B がアルファ債権を免れるためには解除しなければいけない解除すると消えるんですこのアルファ債権は解除で消える解除で消える じゃあ、危険負担って何ですかというと、えー、じゃあ解除するかしないかで話終わりじゃないかということになりますがじゃあ、危険負担って何ですかというと反対給付の履行を拒むことができるアルファ債権の履行拒絶つまり解除するまでのつなぎぐらいの意味でしかないんです。解除するまで債務は消えてないですが払わなくていいからね払わなくていいからねあとで解除できるんだし。 まあ解除するまでは債権残るけど、残るけど、どうせ後で解除できるんだから払わなくていいからね、払わなくていいからねっていう、履行拒絶権の意味しかないということなんですね。ということで、えとにかくこんな形になります、まあ、あ短い時間ですから、全体像がなかなかわ、えー、からないとこかもしれませんが、あー短い時間の中で、えー、この解除がです、ねえー、どういうことになっているのかということをお話をしたいと思って、条文を選んでいるわけですが、えー、こんな形になっております。 でもう一つあのあの債務不履行になったら損害賠償ができるというのもあるじゃないですかでこの損害賠償はやっぱり奇跡性がないとできないのは今までと一緒ですえ奇跡性がないと損害賠償はできませんだからこのあたりの考え方がですね、えー、それぞれちょっと難しくなっていて損害賠償はこうだ解除はこうだって一つ一つ考えていかなければいけなくなりますただあの一つあの変わったのがですね、えー、この債務不履行で損害賠償するときによく こういう説明をします。損害賠償債権というのは今までの履行不能になった債権の転火したものだ。変身したものだ。同一なものだ。変身つって変身するんですよ。あの、スーパーヒーローでもプリキュアでも何でもいいんですけど、変身するんですよ。で、変身したら同一人物だって説明ですよね。変身する前の女の子とプリキュアは同一人物なんですよ。ですから、 同一一人物ってことは一緒ににその場いいないわけですよね変身して別人になりましたから新しい条文今までの債権がありつつ損害賠償できるって条文があって実は変身したものじゃないですってことを明らかにした条文があるんですよ。 ですから、あの、そこも考え方が変わります。ちょっと今回取り上げてないですけど、あのー、そういうことなんですね。だから、まあ、その証拠として、え変身したら、アルファあああ、変身したら変身前とは、並存できないはずなんですけど、明らかに並存している条文があるので、変身したものだという考え方を捨てました。点火したものだという考え方を捨てました。あそういうふうにえ、押さえていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。 であとはです、ねちょっとあ、ここがちょっと一番きょうの山場だったんで、えー、解除について少し難しかったですが、理屈っぽいお話をしました、でえー、この後は少し箸、あのーまあ、休めというか、少し簡単な話かもしれませんが、えー、この6ページの一番下の562条、えー、5条、えー、こちらがですね、えーまああの、貸し担保責任の規定ではありますが、あのー、6ページの一番下の562条の4行目、目的物の修法と書いてありますから、 貸し担保責任で売り主の修補、修補要求できます。解除とか損害賠償とかしかなかったですが、修補の請求ができます、ね。というの受け取りみたいに、えー、いうことになります。で、えー、ここはですね、七ページの方にいてコメントをちょっと見ちゃってください。七ページでコメントを見ちゃってもらうと、えー、貸し担保責任の考え方の変化ということで、まあこちらはちょっと考え方を変化見ちゃいますが、まず貸しから契約不適合というふうに名前変わります。 まあ名前変わるだけではなくて中身も変わりますね。歌詞っていうのは欠陥じゃないですか。そうじゃなくて契約不適合。だからその契約でどう決めたかということが問題となります。例えば、 あの、インターネットのオークションなんかでも壊れてませんとか書いてあれば、それが契約内容になりますよね。そうすると特定物なんかでも、やっぱり、えー、そのですね、壊れてないそのものとか、そういうことはあり得るわけで、そうするとこのようにですね、単なる瑕疵ということから、契約でどのように決めたか、で、それに適合するか、 といった形で、えー、担保責任を追求できるかできないか決めてるんですねだから契約の中でちょっと壊れてますよっつったら壊れてても歌詞じゃないしえですからそんな形で単なる歌詞という概念から契約に適合するかといった概念になりますでそれから、えー、その2つ下、えー、契約責任説の採用 ととということで、えー、ちょっと皆さんのテキストとは違うかもしれませんが契約責任説という方を適用することにしました、そ,れはその次の564条を見ていただければ分かりますがあそこに415条という債務不履行の条文が出てきて、えー、この貸し担保責任、まあ、新しく契約不適合の担保責任といいますがそこにも債務不履行で処理をすることを明確にしたんですね。 だからこの契約不適合、まあ、貸し担保責任というのはあ単なるです、ね、こう債務不履行が適用されないからあ特定物には適用されないからあ担保責任を規定したんだという考え方ではなくて債務不履行責任なんだよ債務不履行責任の督促なんだよという形で、えー、処理をすることにしましたということになります。ということはそのもう一個もう一度7ページの上に戻ってコメントを見ると不,適、えー、不特定物にも適用されると。 今のなんか不適、不適、不特定物に適用するときには、なんか要件があって、判例があったじゃないですか。あですから、そうではなくてえ、普通に不適、不特定物にも適用されることになるぞ、なんてことになるわけです。よろしいでしょうか。ということで、えー、少し難しめの話はこれにておしまいです。であとは8ページ以降ですね、えー、こちらは注目すべき改正ということで、ちょっとネタ的なところをいくつか見ていきたいというふうに思うんですが。 まず一つが、ね、423条の5と書いてありますがこれ、今年出ましたね、平成29年。で、実はこのレジュメは私、私、本試験前に作ってます。 でいうのは本試験後なんか検証会やら何やらいろいろ新しく本試験見ないと作れないレジュメとかもありますからまあできることはやっとこうということで本試験前に作ったんですけどちょうど今年の本試験出ましたねでそれなんですよで今やってる話っていうのはもちろん2020年以降試験に出されますけど現行法では現行の試験では新しいこの再建法改正で影響を受けるところってバシバシ出してるんですね。 ババシバシ出してるで検証会なんかでも言いましたけれどもえもちろん現行法で皆さん答えればいいんですが明らかに出題者っていうのは新しい条文見て「えここ結構変わるんだじゃあ今のうち出しとこうか変わる前に」みたいな感じで出してるんですよ。いや私の推測ではなくてこの条文見てもらうと「非大権利」っていう新しく作った言葉があってこの言葉だって使ってましたもんね。この条文のコピペなんですよ今回の、えー、本試験の問題。 明らかに本試験の出題者が新しい条文を見てるんですね、これ、検証会でも言いましたけど、だってこの言葉9本にないんだから。 で私どのどのっていうこともないですがいくつか基本書を見たりとかあ判例集を見たりしたんですがこの言葉使われてないんですよだからこの非大権利っていうのが、まあ、新しく条文に作られた言葉でこれは明らかに本試験の取材員が見て作っているということになるわけですねだからまあこういうところっていうのはだから新しくです、ね、変わるところではある注目されているところではあるんですが現行法でも取材がされやすい、えー、ですからこれ あの結論変わりますで今回、423条の5債権者が非大権利を行使した場合であっても、えー、債務者は非大権利について自ら取り立て、その他の処分をすることができると書いてあってこれが罰の選択肢で出ましたよね。ということなんです。明らかにここれ見てて作っいるぞとでではありますで、えー まあそうなんですよですからここは出やすいかなとで私もこれは出るかなと思って、えー、おりましたねで私、この民法改正のことについてはこれ、もうすごい1年以上前ですかねに本を書いてですね、えー、ちょっとフライング気味にお通るぞなんてことで本出したら全然通らなくて1年以上経っちゃったんですがあーで今。 出版ラッシュですよね民法改正についてこの司法書士業界でも講師が書いていたり学者も出ていたりして、まあ、だからそこに競争に紛れないで1人で先出してよかったのかなとかいろいろ思ってるんですけど、えーっとですね、その本の中でもここについてはあの結論変わりますのであのこうやってですね 結論変わるものについては予想問題とか言って作ってるんですよ。で、えー、これそのまま出ましたよね。ですからそんな形で、えー、実は出題があ民法改正を見てれば予想できるところで私もこうやって予想をしていたわけですが、えー、これ結論回答変更されますよなんて書いてありますね。ですから、まあ、こんな形で、えー まあ、改正民法、ここが変わるみたいな本を出していたんですが、あこんな形で実はあ取材が予想されているところでありましたから、まあ、今も未来の話だとか聞いてないで、えー、あここちょっと変わるんだな、な内容覚えとなくていいけど、ここ注目すべきだなみたいな感じで聞いておくと、今はいいかなというふうに思いますね。で、そういう意味では次見てください、434条削除、434条削除。 連帯債務者の人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対してもその効力を生じる。連帯債務の絶対項、連帯債務の絶対項、請求は絶対項、請求は絶対項。この規定が廃止されるってどういう意味ですか 440条で、えー、連帯債務というのは相対抗が原則で、えー、この辺に並んでるもの以外は相対抗って条文の作りですよね。ってことは、434条が廃止されるということは、請求が相対抗になります。請求が相対抗になる。あのー、 今まで請求が絶対行だったんですが、X が債権者で A、B、C が債務者ですっていう時に、X が A に請求すると、B とか C も履行地帯になるとか、こういうことになってたんですが、C からすれば、え、俺請求されること知らねえよ !A さん請求されてたのなんで俺そんな知らないのにいきなり履行地帯とか言ってこんないっぱい損害賠償とか言われなきゃいけないんだよみたいなことになっちゃってたわけですね。 とということでそういうのがかわいそうじゃないかみたいなことがあって、絶対項相対項も、えー、変更しました。で今回は、えー、これしか条文載せてないですが、その下、免除と時効の完成も相対項になります。免除、時効の完成、えー、これもお絶対項として規定があったはずなんですが、相対項に,になります。よろししいでしょうかでここはは皆さん絶対 まあ私のクラスだけではなくて、えー、どの講師も、えー、どの参考書ももしかしたら語呂合わせとかで覚えてたとは思うんですけれども、われわれ講師がやることは2年で語呂を考え直すということですよね、えー、絶対こ降は変わりますからね、まあ、抜けばいいんでどうにかなりそうではありますけれども、えー、では、えー、そんな形でよろしいでしょうか。では、えー、次、えー、526条の方に9ページいってください。これも削除です ま、旧法ですから見ませんが、何が削除か、何が削除かというと、契約の承諾、契約の承諾が発信主義です。契約の承諾が発信主義ですって条文が削除。ってことは、契約の承諾も到達主義になるってことですね。契約の承諾も到達主義になる。今まで、 契約の承諾って発信主義でした意思表示は原則民法総則の規定で到達主義相手方に届いて初めて効力を生ずるだから総裁も解除にしても 契約の申し込みにしても、相手に到達して初めて効力が生じますが、契約の発信だけは、契約の承諾だけはですね、えー、契約を承諾しました。早く履行したい。早く履行したい。でも、相手に届いたかどうかわかんないなあ。履行できないな。なんてことになって、履行が遅れるのを恐れて、履行が早くできるように、契約を申し込まれた人は、承諾をすれば、承諾を発信すれば契約成立になりますから、それで履行ができると。 おいうことで発信主義を取っていたわけですね。で、そうじゃなければ、例えば皆さんが申し込みをして、こちらが履行してあげたいのに、こちらから承諾のハガキを出して、届いたかな届いたかな うん、契約成立っつって、初めてその2段階目で履行しなければいけないことになっていたんですが、あまあ、履行しなければならなくなりますよね。だから発信主義とっていて、契約の承諾については、発信すると同時にあの、承諾すると同時に履行ができるということになっていたんです。ところが、これが廃止されて、到達主義になりましたから、承諾も到達をして、初めて効力が生じます。え、先生、そしたら、契約の承諾をした人って相手に、相手に承諾の通知が届くまで、 履行の準備できないんですかこれはどういうことなんですかもともとこの規定っていうのは100年以上前に作られた条文ですよね。100年前の承諾、各地社間の承諾ってどういう手段でやったんですか郵便ですよね。郵便。今皆さん、契約を郵便でやりますかメールでやると思います。一瞬で到達します。いいんじゃないですか到達主義で。っていう話ですよ。 とということで、えー、メールであれば発信よりもちゃんと相手に届いたから一瞬で届きますからお相手の方に届いたぞ到達したぞあ一瞬で届きますが届いた時に成立という原則を貫いて全然問題がないということになるわけですよね。 よろししいでしょうかだからまあ時代に合わなくなったと今まで郵便で規定されていたものが郵便で契約をするというよりはやっぱり電子メールでやるとかあそういうことが多くなりましたからあこれはもう時代錯誤だということになりました、まあ、実はですね試験範囲ではないですけれども今までも電子メールについては到達主義だったんですよ契約の承諾に関しては。 えっとですね、電子消費契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律というのがあってこれで、うんまあ、あの電子メールなどに関しては基本的には、うん、到達主義を取っていたんですがそれがもう民法に入ったということですよねだからその法律についても4条削除その契約の承諾について電子メールとかでやった時には到達主義ですよって条文も削除されて民法の本則になったぞということではあります。 では次行きましょう次は9ページの下、9ページの下、これは本当に多分意味がない改正で、小ネタですね、えー、小ネタです。でどういうことかというと、まず9条文見てください、548条、解除権を有する者が事故の行為もしくは過失によって、これが行為過失、行為過失、これが今まで誤植ではないかとささやかれていたんです。 行為もしくは過失で、えー、誤職ではないかと言われていたんですがなんか無理やり説明してですねいやーそれは違うんですよと介助、えー、権を有する者があ自分の行動あるいは不注意で、えー、壊した時には介助権がなくなるとかそういう条文なんですよだから「行為過失」でいいじゃないかとか言っていたんですがしれっと進歩「行意過失」になってます。であのー あの改正担当者のです、ね、本なんかにも誤植とかは一切書いてないです。いや、ちょっと不格好でしたからとか言ってるんですよ。不格好ってなんですか、不格好って。これ、誤植ですよね。ですから、これを直したと、100年ぶりに誤植訂正ですよ。こういうことになっております。こういうしらっとこう直すんですね。よろしいでしょうか。ということで、まあ、これはどうでもいい改正なんですが、10ページ見てください、10ページ。これがまたおかしな改正で、550条。 今までは、えー、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない。履行の終わった部分についてはこの限りでない。550条、書面によらない贈与は各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない。撤回が解除になりました。内容変更はありません。撤回が解除になっております。 この550条の書面によらない贈与書面によらない贈与って履行が終わらなければ撤回ができますって重要条文ですよね要は無償契約ですからあ口約束とかでですね、えー、あげるよとか言っちゃって後悔することもあるわけですよだから軽はずみで言っちゃった以上ですね履行しない間は撤回できますよやっぱやめるわとか言ってやめることができる無償契約ってやっぱりお人よしがこうタダでやっちゃいますから結構保護されてるわけですよね まあ、だから内容に変更はありませんただ、撤回ではなくて解除になりました。もう契約結んだ以上解除。契約結んだ以上解除だろうということになったわけです。だから、あの新しい法律というのはあの、意思表示の場合に撤回。 契約の場合に解除というふうに言葉遣い変えてるんですね。で、今回、贈与契約だから解除だ。贈与契約だから解除だ。まあ、意思表示 A から B に意思表示をしましたって時には、その意思表示を撤回しますって言いますけれども、契約は解除ですね。だから今回も555条は、書面によらない贈与は解除って言葉を使ってます。で、これも曰くきの条文で、えー、つい、 えー、10年ほど前に撤回になったばかりでその前、取り消しだったんですよだから取り消しから撤回になって撤回から解除になったと、えー、どんだけ言葉が変わってるんだとこういう条文ではあるということになりますよねまあそ,分その分だけちょっと性質が難しいんだろうということではありますでは今度604条ですねちょっと細かい話が続いているので軽く見ていきますが、えー、604条、えー、賃貸借の存続期間は20年超えることができない賃貸借のマックスは20年です 賃貸借契約のマックスは20年ですって条文ですが新法を見てくださいマックス50年マックス50年伸びてますで今までも、えー、この賃借権の20年って短いよねーなんていうふうに民法でもよく話題になってだからこそ、えー、借地借家法で、えー、伸ばしてるんです、えー、借地権についてはあ30年以上なんですみたいな話につながっていくわけですがただ伸ばさなければいけないのは借地だけじゃないんですよ 最近の賃貸借では、大型のプロジェクトがあったり、あとは重機のプロ賃貸だったり、プラントのリース契約だったりして、ちょっと20年じゃ短いよね。いや、借地権は長いですよ。だ、借地権じゃなくたって半ば聞かせてよ。といった話になっていて、もう民法自体を50年にした。民法自体のマックスを50年にした。で、この50年っていうのは、英古作権に合わせてる。英古作権に合わせてる。 そのあたり、い一番最初言った通り新法の一つの趣旨が制度間のバランス制度間のバランスですねだからこちらも英語削権に合わせて50年英語削権に合わせて50年ということになっておりますで613条。 まあこちらは下の判例の明文化って書いてありますが、あ先ほどお話ししたとおり、もう一つの趣旨である判例の明文化。えー、ということで、重要判例がいくつか書いてありますが、それがそのまま条文になっておりますから、見ていただければいいだろうということになります。635条、削除、削除、まあ、これも9法ですから読みませんが、読みませんが、 かコメントの2つ目見てください土地工作物の場合の解除の制限がなくなる請負いの場合にはとっても大きな価値かもしれないけど土地工作物だから解除は認めませんみたいなことがテキストに書いてあって超重要ですとかって講義でお話をするところですよ削除ですね削除482条大仏弁済 大仏弁済を,をすることができる者が債権者との間で債務者の負担した給付に変えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしましたその場合においてその弁済者が当該他の給付をしたときにはその給付は弁済と同一の効力を有する今途中でやめましたそこでも契約成立してます 大仏弁済契約。つまりコメント、養物契約から奪生契約になります。大仏弁済はあ今でもちょっと奪生的ではないかみたいな意見が学会でもありましたけれども、新法ではあ奪生契約。ただ奪生契約に位置付けられたとしても債権的な効果は。 変わらない再建的な効果が要物,契約で要物契約的であることには変わらない、えー、弁済者が当該への給付をしたときにしたときに弁済と同一の効力を有するということですから効果の点で時期が変わるわけではないですが濁政契約ということも明確にしました593条使用対策、使用対策コメントを見ちゃってください。 契約、使用貸借も貸せ契約、使用貸借も貸せ契約、このあたりも講師は、用物契約を語呂で教えたりするので、語呂を変えなければいけないと言ったことにはなりますけどね。えー、では次です、今度はもうちょっとややこしいのが、その次、587条の2、こちら。 第2項を見てください書面でする消費対策の借り主は貸主から金銭その他のものを受け取るまで、えー、契約の解除をすることができると書いてありますけれども。 一行に戻ってください。全条の規定に関わらず、全条は変わってないですね。ですから消費対策は、今まで通りの規定が587条にあるんですが、その規定に関わらず、書面でする、書面でする消費対策は、当事者の一方が、金銭その他のものを引き渡すことを訳し、相手方があ受け取ったものと種類、品質及び数量の同じものを持って返還することを訳することによって効力を生ずる。約束で効力を生ずると言ってます。これ、学生契約です。 ただ、この前の条文が要物契約ですから金銭、消費対策自体は、学生契約と用物契約の2通りのタイプを作ったんです、2タイプ。普通は要物契約、書面で寄った場合には学生、普通は要物、書面でやった場合には学生ですね、こんな感じでまたややこしくなりました。ということになります。 この辺りもちょっとややこしいことになりますね。まあ、こちらとすれば、養物契約の語呂を変えなければいけないと、こういう話になりますけどね。えー、では次です。では、最後ですね、少しおまけ程度ではありますが、新しく作られた新設分野もあります。えー、それが、一番最後にやる薬管ですが、もう一つ変わるところが保証、根保障、根保障。根保障が増えます。一番下見てください。 値保証契約二個人値保証契約三個人貸金等値保証契約今までの民法は貸金等値保証契約の場合にえ極度格を決めなければいけないとか確定期一の定めがどうのこうのとかありましたけれども3タイプできますからどの値保証にどの規定が適用されるのか。 とといいうことがあ覚えなななけければいけなくなります例えば、極度額の規定、465条の2の極度額の規定は、一番下の丸二番、個人値保証契約に適用されます。これ、貸金じゃなくてもいいやつ。で、確定期日に関する規定は、丸三の個人貸金と値保証契約の規定になります。ちょっと面倒くさくなります。 保証の分野も実ははちちょこちょここ改正はされてますねやはり保証というのは、保証人が人生を狂ったりとかすることが多いですから、ああの保証人をです、ね、保護しよう、保護しようと、保証契約は書面でやらなければいけないよとか、あこんな形でいろいろ改正はされていたんですけど、さらにこう、ね、保証契約について保護を分厚くしたぞということではありますが、あまあ、保証本体についても結構改正は入っておりますが、今回ちょっと割愛はしますけどね。14ページ最後に 約の規定が新設されましたあの皆さんもいろんなあ携帯電話の会社とか契約をするときにえ全部契約書1一から作るのではなくて初めから約款があったかというふうに思いますスポーツクラブへの入会するときにえ約款契約をすると思いますそれが途中で変わるわけですよえ木曜日はロッカー使えませんとかえ聞いたねーよってなりますよねですからそれについてどういうふうに、えー、告知をすれば変更できるのかとかあこんなことについても明確な規定があ民法に入ることになりました。と いうことになりますこんな形でですほ、ねえーまあ、他の規定とのバランスを取ったりとかあるいはですね明文化したりとかあるいは趣旨によっていろいろ変える変更があったりとか解除の分野はちょっといろいろ変わりましたよねこんな形でいろんな趣旨のもとで変更がありますがとにかくまあ大きな改正ではあります先ほどお話した通り一番当初よりはですね改正分野についてはかなり絞られましたけれどもそれにしても大きな改正になります。ぜひこの改正がですね実現 されるまでに司法書士の試験にこう受かるということがやっぱり市場命題になるかなということではありますね、えー、よろしいでしょうかあとは現行法にもかなり影響が与えているんだということが分かったかと思いますお疲れ様でした